ねえ、俺たちのチームがなんであっぱれなの？え、何ですか？なんかうちの、あー、なんか来てたな。え、あれ誰かが決めたとかじゃないですか？なんか、これマジでこれ言っちゃダメかもしれないけど、俺言っていい？なんか、チーム、ドリームチームって名前があって、最初登録されてたらしくて、なんかハードル上げるからそれやめてくださいって俺言っちゃったんだよな。それ以外やったら何でもいいですったらあっぱれなさ。やっぱ余計なこと言っちゃったから俺。多分それもううんこちゃんが決めてますね。いや、なんかドリームチームって別になんかそんなの嫌じゃないですか。ね、ちょっと嫌だよね、でもね。ちょっとなんか高飛車みたいな嫌じゃない。そしたら、あっぱれなさ。もう向こうの人の投げやりになってますそう。よ。両極端すぎない？もうじゃああっいぱや、れ。もういいや。もうじゃああっぱれでいいんじゃねあいつらって思われてるんだろうね。うるせえからあっぱれでいいよみたいな感じで。偉いやつから言われたんだろうな。だだこれっつったんだよな。トラドリームチーム嫌ですっつって。なんでそのドリームチーム、ドリームチームと、なんでチームあっぱれって どういう、だから俺、社会人とかなんか言ったのかなと思って。いや、何も言ってないっすね。だよね。なんか確認は来てました。あ、マジで。俺結構そういうのはもう、あ、じゃあ誰かが言ったんだなと思って、OK ですって言うから、確か俺ドリームチームでの時に多分うん。OK って言ったんですよ、俺。ああ。で、なんか、この間、マネージャーの人から、すいません、チームあっぱれでもいいですかって言われて。そう、俺のせいだよ。俺が5年目。ちょっとドリームチームはなんか、ま、なんか失礼じゃないですか？みたいなこと言ったら。わかんない。俺たち以外の2人が言ったかもしんないね。すげえ。俺が言いましたとか言ったら、気まずいけど。なかなかいいセンスしてんなと思って。なんか、ね、新喜劇感があっていいじゃん。いいっす いい、なんか新喜劇感があって、なんか負けてもまあなんか笑えるチーム名。か。ちょっと待ってね。やっべ。熱い！やった。ナイス。向かいの屋上っすね。じゃなんか足音多いな。うんこちゃん下いるかも、それ。オッケー。なるほど。あ、ややだ！ーけやったけど、もう一人。いいエイムしてたよ。なぜ？